皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。とっても嬉しいニュースが入ってきました。アイルザ・ショタさんがアニメのオープニングテーマソングを担当するということが発表されました。おめでとうございます。 今日、アイルザ・ショータさんも、やっとこの情報が解禁できるといった感じで、ちょっと匂わせ的なツイートをされていたので、なんだろうなというふうに楽しみに待っていたんですけれども、まさかのアニメソングを担当するっていうことで、私も本当に鳥肌が立つくらい嬉しかったです。新曲のノーフロンティアという楽曲が、テレビアニメ AI の遺伝子というアニメのオープニングテーマに決定したということです。 7月7日金曜日より MBS、TBS、BS、TBS のアニメイズム枠他にてスタート。楽曲を使用した CM 映像もすでに YouTube 上にて公開されています。この件について詳しく書かれた記事がありますのでそちらを少しご紹介させていただきます。 2023年も楽曲リリース、ライブと精力的に活動しているアイルジャ・ショータの新曲、ノ、no、ー・フロンティアが7月7日より MBS、TBS、BS、TBS、アニメイズム枠他にてスタートするテレビアニメ、AI の遺伝子のオープニングテーマに起用されることが発表された。AI の遺伝子は週刊少年チャンピオンで2015年から2017年まで連載された 山田きゅうりによる日本の SF 漫画作品、人、ヒューマノイド、ロボットが当たり前のように存在する近未来を舞台にヒューマノイドを治療する医者を主人公として、人とヒューマノイド双方の考え方の違いによって起きる問題を描く、オムニバスストーリーで第21回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した作品だ。 ノーフロンティアは今回アニメ化にあたりアイルザ・ショータが書き下ろした楽曲となるということです。これに伴いましてアイルザ・ショータさんからのコメントも寄せられています。AI の遺伝子、原作の世界観に引き込まれ描かれた近未来に触れて思考を重ね現実世界を見渡して主題歌ノーフロンティアを書き下ろしました。境界線に愛はない。 原作と現実がリンクする場所に愛を歌いました。この作品に出会い、歌えることを心から幸せに思っています。アイルザ・ショータ。ということです。私はこの原作の漫画を知りませんけれども、先ほどお話ししましたように、この漫画は SF 漫画作品ということなので、それを聞いて、あ、アイルザ・ショータさんの楽曲の世界観にぴったりだなっていう感じがしました。 実際にこのアニメの映像に合わせて、アイルザ・ショウタさんの歌う、ノー・フロンティアが BGM として流れている CM が YouTube 上で公開されていますので、ぜひぜひ皆さんお聞きになってみてください。本当に嬉しい発表で、私もすぐに皆さんにお知らせしたくなって、今日はこのお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。